やっぱ珍しいですこんな古典しないの。そうね、新しい品種のマイクロブタ、新しい品種のマイクロブタ。かわいい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 、グミチャンネル。どうも、飼い主のジャッキーです。突然ですが、フォークや孫の手で豚さんを撫でるとリラックスをすることをご存知ですか？めんべいのように大体の豚さんは撫でられるとすごくすごく気持ちよさそうな顔をします。気持ちよすぎて体勢を保てない子も少なくありません。そんな中、我が家の梅さんは、ご褒美目当てにお手し始めた。そうなんです、我が家の梅さんは気持ちよさそうな顔はしますが、なかなか倒れることはありません。もしかして私のやり方が悪いだけ？それを検証するべく、あの方に今回は登場してもらいました。今回ありがとうそうなんです、インパクトが強烈なマイクロブタのブリーダー万作さんに来てもらいました。仲良くしようって。今回で万作さんと会うのは2回目です。梅は覚えているかな。天におめでとうそれを言いに来たんだよほら、おめでとうって言ってんだよ、梅穂。天におめでとう。犬猫に全然好かれないんで。あら、なんだろう。僕も好いてくれるのは豚だけです。あすごい、ある意味選ばれたかもね、梅。ちょっと、梅ね、そう見えないところでねこらこらこら、お互い触れ合ってもらったところで、いよいよ孫の手にチャレンジしてもらってます。ガローンってガローン、やっぱ難しいか。そう、気配がない。そう、気配がね。普通こうやったらもう片足上げ出す。ああ倒れる倒れるって。やっぱ珍しいですこんな古典しないの。そうね、新しい品種のマイクロブタ。なんて答え新種だね、これは。ね、その後も様々な角度からチャレンジしてくれた万作さんですが、普通一歩も動かないよ、こういう時おかしいよ、だって、うん、数ある初ですね、これはもうなんで歩くのこのチャレンジを始めて約10分が経過しましたが、まだまだ苦戦中の万作さん。一旦 CM です。ダメだダメだブリーダー乾杯。カリカリはついでに我が家独自のゲームを披露してみました。すごいです何カリカリ、それ新しいやつ話
我が家の梅を気に入ってくれた満作さんは最後に、僕たち結婚します。生意気な態度を取った梅にも最後の最後まで優しく接してくれた万作さん、ありがとうございました。さあ皆さん、今日の梅の新種ぶりはどうでしたか？うちの子もコテンしませんとか、新種決定と思った方など、どしどしコメントお待ちしております。梅梅梅ジャンネル、よろしく梅ジャンネル。